フロント3ギアはどれですか？これです。リバースクラッチはどれですか？これです、はい。どの部分がブレーキバンドで固定されますか？このリバースクラッチドラムを固定します。フロントのキャリアはどれですか？これです。リアの3ギアはどれですか？リアの3ギアはこれです。ハイクラッチはどれですか？ハイクラッチはこれです。ハイクラッチハブはどれですか？これです。フォワードクラッチはどこの部分ですか？フォワードクラッチはこの部分です。オーバーランクラッチはどの部分ですか？オーバーランクラッチはこの下にあるこれです。インプットシャフトはどこにありますか？インプットシャフトはこれです。リアの3ギアがはまる部分はどこですか？ここです。アウトプットシャフトはどれですか？これです。リアキャリアに接続されるのはどこですか？リアキャリアに接続されるのは、ここです。